こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。今日はこちらのレジャーマルニをご紹介したいと思います。こちらは10月20日木曜日発売となっております。レジャーマルニ、こちらめっちゃ可愛くない？これ可愛いです。可愛いよね、はい、そうなんですよ、ついに入ってきました。で、まあ、ベジャー、まあ、フランスのサスティナブルなブランドなんですけど、そこのこの V10 っていう形とコラボした商品になっておりますね。一番定番モデルみたいな。そうですね、まあ、本当は V10 とこれのハイカットバージョンの15っていうのがあるんですけど、はい、ミッドウェストではこの10のこのローのタイプだけオーダーしておりますね。はい、でカラーはこのブラックとこのマルチカラーになっております、はい、でブラックの方はねこの紐が、そうなんですよね、白とこの落書きみたいなのを施したこうちょっとマジックで描いたみたいな感じのね、はい、ものと白と両方ついております。はい、でも本当に手書きでこう描かれてるので、こういう左右ちょっと非対称なデザインも可愛いよね。可愛いです ね、ここにもちょっと M が入ってたりとか、後ろにはこのマルニのロゴが入っております、ね、はい、とベジャーソールにも。で私早速履いてみます。じゃーん、可愛くない？おー、可愛いです。めっちゃ軽くてびっくりしてる。やっぱ履きやすいもんなんですね、ベジャー。うーん、そうだね、軽いし、なんだろうね、まあ幅も、まあ私普段38サイズとか24.5 とかで履いてるんですけど、まあ、38ちょうど、これも38でちょうどいいかなって感じですね。幅広くても、幅広い方ですけど足全然いい感じに履けてますね。いや、この色合いもめちゃくちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛いですね。ね、ちょっとこうアクセントになるのがいいよね。こんな感じです。まあちょっとこういう DIY みたいなイメージでこう、はい、マジックでね描かれたデザインにしてありますね。このマルニらしいちょっとこのポップな感じとか遊びが効いてますよ。うん、可愛いよね。真面目じゃないですね、形真面目なのに。真面目じゃないデザインみたいな。可愛いわ。なんかさ、しかもこう大人の人でも履けるちょっとこうなんて言うんだろう、やりすぎてないこうなんかボリュームのあるなんかデザイン満載みたいな感じじゃなくて、もう本当にベジャーのこうちょっと定番のなんかすっきりとしたこのスニーカーにこういうちょっと遊びがある感じなので、結構幅広い方にいろいろ着こなしてもらえるんじゃないかなと思いますね。はい、で今日はちょっとせっかくなんでスニーカーコーディネートをやろうかなと。あ、これを軸にですか？うん、これを軸にスニーカー大人女子大人女子に向けたスニーカーコーディネートをやっていこうかなと思います。はいはい、はい、ではまず一つ目はもうちょっとザ・マルニっぽい感じで、もうカラフルなちょっと可愛らしい感じのコーディネートにしてみました。ちょっとアウターもねブルーとかで、靴、ズボン、パンツも花柄で、これぐらいポップに行ってもこの靴合ってると思うんですけど、どう？いや、合ってますよ。これぐらい行ってもいい、ね、これぐらい行っちゃってもそうやね、これぐらい行っちゃっても全然いいですよっていう、はい、こんな感じ。かわいいよね。どうどう、これほんまにめっちゃ軽いわ。すんごい軽い。ベジャーのスニーカー初めて履いたけどめちゃくちゃ履きやすいですね。軽さに驚いてる。この後ろから見たこのマルニってこのソールに書いてるのも可愛いよね。え、めっちゃ可愛いですね。え、こんな感じでちょっとポップな感じでコーディネートしてみました。まあ、ちょっとまだ暑いけどねマフラーも一応マルニでこんな感じ。そうなんです。そう、これは私が狙ってるやつねてかもうこれ全身私が欲しいやつやん。あ、そうなんですか。これは持ってるでしょ。これ、このコートも欲しいし、はい、これも欲しいし、これ買ったらもう全身できちゃうわけですね。いや、いいですね。いいね、これやりたいわ。かわいい。はい、では2つ目着替えてきました。ちょっとまあご近所コーデみたいな感じ、ワンマイルコーデ。まあお出かけも全然できるけど、まあ、ちょっと日常着的な感じで、まあ、こんな感じでちょっとポイントに合わせてもらえれば可愛くない？可愛いです。ためて履いてる。うん、こんな感じです。ちょっとこうアクセントになっていいよね。こう足の先だけで出てもなんだこのスニーカーっていう。そうですね、かわいいよねこれ。かわいい。じゃあデニムとの相性もめっちゃいいです。でちなみにこれ
マルニの新作も入ってきております。こちら、かわいいでしょ。これマルニのね定番のバッグなんですけど、はい、こんな感じでちょっとめちゃくちゃ収納、そうですね、小分けされてるんですよ、ね、すごくない？こう 1,2,3 3つポケットがあってさらにチャックもついてます。なんかお財布いらずぐらいのレベルかもしれない。ここに小銭を入れちゃってもいいのかも。なんかそんな、ね、そういうバッグなんですかね。ねえ、かもしれないですね。すごい。で、革もすごい柔らかくってめちゃくちゃ使いやすそうですね。今回オイルツヤツヤですね。ねえ、これも可愛いですね。これはちなみに168,300円ですね。これはもうザ・マルニの定番バッグですね。いい革。うん、かわいい牛革です。すごい素敵。ポケット、あ、こっちにもポケットあるし、うん、ここにもあります。おめっちゃ便利。もうこれさえあれば、でここにこういう片押しで丸にって入って、ここで押して開けるタイプですね。でベルトの長さも調整できるし、まあ、このバイカラーもね定番で使いやすいよね。そうですね、うん、このサイズ感いいわ。これ欲しい。これいいですね。欲しくなってます。結構いいですよね。なんかもうこういうちょっとカジュアルスタイルやけど、なんかデニムにカーディガンっていう、もうちょっとかなりラフなスタイリングですけど、まあ、こういうので格上げしてくれたりとか、まあちょっとそこまでスタイルやけど、まあマルニちょっと確かにね、イタリアのラグジュアリーブランドですけど、こういうベジャとコラボスニーカーならちょっと日常に普段着として取り入れやすいんじゃないですか。うん、ね。じゃあ次行きます。はい、では3つ目着替えてきました。ちょっとトラッドなスタイルにしてみました。今回はちょっとジャケットでね、こんな感じで、この感じにスニーカーも良くない？合ってますね。ね、ちょっと次はこの黒を履いてみました。こんな感じですね。黒の方がどうなんやろ、履きやすいんかな。なんか特にそんな感じもしない気がするけど、これに関しては、はい、あ、合わせやすさってことですか？うん、あ、そういう、まあ、合わせやすさは、あ、どう、なんかスニーカー、いや、なんか黒は黒でも結構インパクトありますね、うん、インパクトあるよね。だからなんか特に合わせやすさとかじゃなく、なんかまあでもそのお持ちのお洋服との相性みたいなのはあると思いますけど、はいはい、まあ、どっちもなんかどっちで可愛いから、なんかまあお好きな方を選んでもらえればって感じですね。まあ、ですね、悩むとこではありますけど、はい、ね、やっぱ可愛い。この後ろのロゴがなんとも可愛いわ。これ。ね、この落書きっぽい感じがね。これあるかないか結構変わらないですか？うん。いや、まあそりゃそうでしょ。ロゴがあるかないか全然違うよね。あ、ロゴ感だってないじゃないですか。そうやね。それがいいかもしれない。この黒もこの紐がさ、面白いよね。紐にもこうマジックがついているのが。こんな感じでちょっとジャケットと、まあこれは前回紹介したマルニのバッグね。こんな感じで、まあ、ちょっとお仕事っぽい雰囲気、かっこよく、まあ、スニーカーいけるのかわかんないけど、ちょっとミートのベスト的に、はい、お仕事スタイルということで、オフィスカジュアル的な、そうやね、こんな感じで、はい、まあ、これもちょっと大人女子コーディネートにしてみました。はい、はい、じゃあラストいきまーす。はい、ラストはちょっとお上品なスタイリングにしてみました。こんな感じです。意外とこのお上品スタイルにもスニーカーいけると思わへん？そうですね、ちょっとなんかお上品なスタイリングなんだけど、ちょっと足元ポップさを隠しきれなかったみたいな普段結構デザインもの好きなんですけど、ちょっとお上品にしてみましたけど足元を隠しきれなかったバージョンですね。いや、可愛いです。可愛いよね、はい、こんな感じで。黒だとこういうスタイリングにも合わせやすいかもね。あんまりなんかカラーがありすぎるとさ、こういうスタイルにはちょっと合わへんかもしれない。白ソックスとめっちゃ合いますね。ね、かわいいよね、こんな感じで。こんな風なちょっとこういうプリーツスカート合わせも可愛いかなと思います。いや、ここでスクエアのヒールブーツとか履いてもまあ一緒じゃないですか。ね、普通、そうそうそう、ちょっともう飽きちゃったよね。飽きちゃいましたよね。ね、この感じ、こういうちょっと落書きブランジ感みたいなのが混ざるとちょっとまた面白いんじゃないかなと思いますね。そうですね。ね、こんな感じで。ぜひこういうスタイリングにも、だから結構いろんなバリエーションに合うよね。
まあ、ああいうちょっとカジュアルな日常着っぽいのにはもちろん合いますし、トラッドスタイルにも合うし、こういうちょっと綺麗めな感じにも合いますし、はい、いろいろね合いやすいので、ぜひチャレンジしてもらえたらなと思いますね。はい、ビジャーマルニ10月20日発売ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。